と踊ろう。そうそう、リサ。もっと、もっと回って。ああ。起こしちまったかな。今日はママの誕生日だ。ママと初めて出会った日でもある。準備ができたわ。これは新しい手錠端末。機能はほぼ同じだけど武器としても使える。あなたが繋いでくれたおかげで設計図から作り直せた。武器だって？名前はコードカッター。ああ、つまり BT はあの世と最大で繋がってるでしょ。その載体がこの世の物質とあの世の反物質を引き合わせてバン、ボイドアウトする。でもデッドマンが言った通り、あなたの血液を使えば彼らの載体を切断できる。だからその機能を追加した。つながりを断てば BT は死者の世界に帰る。 BT が去ればボイドアウトもなくなる。BT を切り離せる。彼らに気づかれずに最大に近づくことができればね。最大を手錠で切り離す。じゃあ練習しましょう。あの子との再会を切って。ぐっすり眠ってる。お乳をいっぱい飲んだから。今のうちよ。私たちのつながりを切って、この世には生まれてこなかったけど離れたくないし話したくない。この子が死んでいても。実はね、この子は私の子じゃないの。テロの話は嘘だったのか？いえ、嘘じゃないわ。私の卵巣は卵子を作れなくて、ロックネは子宮に異常があった。二人とも子供が産めなかったの。私はそれを受け入れてた。子供なんか欲しくなかったから。でも妹はそうじゃなかった。ロックネは子供を欲しがった。遺伝子をつなぐ子供を。妹にはブリッジズの恋人がいたの。でも事故で死んでしまった。妹の絶望は私の絶望。本当よ。私たちはお互い相手の強い感情に共鳴してしまう。妹が死ぬことすら考えてると。分かったから私は提案した。子供を作らないって。保存してた彼の精子とロックネの卵子を人工授精させて、
私の子宮を貸したの。私のお腹で大きくなった。でもあのテロが起きてロックネとのつながりが切れた。真実も伝えられず、私はこの子と離れられなくなってしまった。でも決心した。ロックネに伝える。一つのつながりを断つことで新たにつながる関係もある。全てをつなぐことはできない。世界をつなぎ直すには私が妹のところに行くしかない。お願い、サム。早く。サム、ファスナーを上げて。外の世界は久しぶりだから私には刺激が強すぎるの。大丈夫か、瓦礫でのトラウマ、閉所恐怖症は。大丈夫だけど顔だけは出して。光や風、匂いを感じることができる。いいわね、あなたたちはつながっている。いいわサム、行きましょう。辛いか。いいだろう。少しルールを変えてやってもいい。食われず逃げ切れればオーケーだ。さあどうだ、楽しめ。
ったわ、サム。見事だ、サム。ビティの不意の襲撃を沈めるとは、もはや君にしかできないことだ。サム、ちょっといい？私がいた病院は橋の下敷きになってしまった。今でもそれはどうか夢に見えない。頭上に架かる橋が大きな音を立てて崩れてくるの。あのテロ以来、私は橋が怖い。おかしいでしょ。ブリッジズなのに橋が怖いなんて。それに閉じ込められていたから暗闇が怖いの。何もしてない。ババンババンバンバンババンババンバンバンババンババンバンバンいい湯だな、いい湯だな。生き返ったぞ、最高だ。気持ちよかった。はあ、少し楽になった。you
みてくれ。モリンゲ、姉さん。ごめんね。姉さん、許して。愛してる。愛してるわ。伝えられなくてごめんね。あなたの子を私は守れなかった。いいの、もう謝らないで。ロックネ、お願い、キューピッドを直して。あの子は救えなかったけれど、あなたは世界を救える。あなただけが愛してる。あなたは私の誇りよ。Yeah.
姉さんに何が起きたか知らなかった。突然双子通信がつながらなくなったのは姉さんがつながりを切ったからだと。姉さんが望んだ通りに直してある。これでカイラル濃度は調整されるはず。ただおかしなことがあるの。書き換える前に昔のコードを見直してみたの。私の記憶違いでなければコードの一部に改変の痕跡を見つけた。誰かがコードを書き換えたと。確かなことはわからないけど、私の納品した最終バージョンではないわ。でもそのおかげで意地っ張りの姉さんともまたつながれたから。書き換えたのは姉さんだと思う。あの時姉さんは瓦礫の下でお腹の胎児と一緒に死んでいたのね。自分の母はとっくに死者の世界に行って、死んだ娘を介してこの世の母につながっていただけ。姉さんは知っていたはずだわ。バイタルデータを記録する手錠端末を外していたもの。自分の作ったお気に入りの手錠なのに。私たちの娘を守ろうとしてくれていたんだわ。姉さん、聞こえる私。またつながった。一つになった。お腹の中に戻ったみたい。懐かしい。モリンゲン、ロックね。繋いでいくことができる。そうだサム、君に一つ報告がある。君が巻き込まれたあの戦場だが、ログを解析した。音声だけの分析だからそれが全てだとは言えないが、使われていた言語、交わされていた人名や用語、兵器や銃声を照合した結果、君が遭遇したのは100年以上前の戦場だという結論が出た。第一次世界大戦の戦場だ。君の夢でも妄想にとらわれていたのでもない。君は別の空間に連れ去られていた可能性がある。時間のずれを考えるとビーチだとも考えられるが、そう断言することはできない。ビーチに戦場があるなんて一度も聞いたことはない。それにビーチは個人の意識に従属しているはずだ。ハートマンなら合理的な解釈をしてくれるかもしれん。ビーチの専門家だからな。だが彼のもとにはまだカイラル通信がつながってない。とにかく今は休んでくれ。これから先の話はその後にしようじゃないか。